2020年新春ということで、ね、やはり2020年オリンピックイヤーをどう運よく過ごしていくかというところで、私の一番のおすすめ、こちら風間先生のところにお連れいたしました。先生どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。風間です。はい、ここはあの風間陰謀ですね。陰謀と言って、はい、あのもう芸能人、それからあのスポーツ界、もうそうそうたる人の、方が印鑑を作っているところなんですけれども、はい、そもそも風間先生、まあ幸運を呼ぶ犯行として今もう大人気、はい、大注目なんですけれども、どうしてこの仕事というか、はい、これ私の父の代から受け継ぎでやってるんですけど、うん、はいはい、まあ今となって思うと、やっぱ父の代からやっぱ運が良くなったお客様が結構いらっしゃったっていうのが今にありますね。お取引してた上場企業さんで課長だった人や部長だった人が、親父が掘った人がその上場企業のトップになったの、なぜか。あと野球選手だと、まあ現役が50歳まで続いた人も、たまたま僕の弟の同級生が高校野球で、はい、その後プロにドラフトで入った時に、うん、まあハンコ作ってくれってきたんで、うん、うちの味が掘ってあげたんですよ、うん、そしたらその選手はもう現役50歳まで続いちゃったっていう、そういう方もいらっしゃいますし、うん、はい、あとそうですね、親父から引き継いだ時も僕、まあ、順風満帆ではなかったんですけども、うん、その急にここ数年いろんなお客様にいいことが起きるようになったのは、うんうん、たまたま僕やっぱハンコが売り上げ落ちてきた時に神社にお参り行って、うん、で帰ってきた直後に大きい仕事がドーンと来た。でそれで何かその神社にお礼しなきゃと思って、そこの神社の御朱印の角に押してある角印なんですけど、はいはい、それを僕作ってお持ちしたんですね、うん、それも開運吉祥で一回り大きくして、はい、そしたらその神社さんが今度テレビの取材を受けて、うん、ものすごい参拝者が増えちゃって、うわ、大ブレイク、大ブレイクしちゃった。今もうお社立て直してぐらい大きい、すごい、鎌倉の佐助稲荷神社さん、はい、伺いました。はい、はい、で今度その直後に銭洗弁天さんから名刺を置いてったんで、うん、その電話名刺見て電話が来て、うん、あんたのとこで御朱印掘れるかって言ったら、掘れますよでお見積もりしたのがきっかけで、うん、うんうん、そしたらそこから、御朱印もやられてるんですか。そうなんです。その御朱印を掘ったのが僕の人生初の御朱印だったんですけど、そこからトン、そうですそうです、そしたらそこからトントントンといろんな神社さんから御朱印の依頼が来て、で、まあ、最初のその銭洗弁天さんの御朱印を、うん、持ってって納めたら、うん、その直後に僕自身が宝くじだった。もうちょっと借金とかいっぱいあった時に大変だったんですけど、うん、その当たった宝くじのお金で借金全部返済しちゃって、で最初は神社さんにお寄付しようかと思ったら、うん、宝くじ当たったお金が寄付いらないって言われて、あんたが儲かったら寄付してくれって言われて、それでまあとりあえず借金を全部返済し終わって、うん、でそこからコツコツやってたらだん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 こう、うん、運が良くなって、うん、今の家内とも偶然知り合って、で知り合って随分変わった名字だねって話を聞いたら、うん、私源頼朝の子孫だって、僕作った神社が4つの当時ちょうど3つぐらい作ったんですけど、うん、全部頼朝の作った神社だ、偶然にも。すごい。そこからまたなんかなんでだろうっていう感じで出会いが始まって、うん、はいはい、でお付き合い始まったら彼女の方は行列ができるから私が手伝わないとダメって言い出して、そんな行列が犯行にできるわけないじゃんって言ったんだけど、いやでも私仕事辞めて手伝うって急に来て、毎日こう掃除してこう配置を変えてくれるんですよ。これ風水にのっとってやってるから大丈夫。すごい。そしたらたまたま僕の先輩がハマレポっていうサイトの取材が来た時に、どっか面白いお店ないですかって言ったら、俺の後輩が犯行やってるよ、そこの犯行やね、宝くじ当たった人が一人出てるんだって言うから、うん、あ、それは面白そうですねって来て、うん、まだその当時高額当選何人も出てない、本当に数人出た程度だったんだけど、はいはいはい、取材してくれて、それが紹介されたらお客さんがいっぱい来て始めた。すごい。でそれを今度見たのがこちらなんです、うん、よいしょ、女性セブン、この女性セブンに、はい、取材が来て、こういうふうに宝くじそれはこの本の発売した次の日、はい、お店の前に大行列ができて、1週間行列続いたんです。
ったらまさに予言通りになっちゃって奥様の、そう、また綺麗な奥様、後でねご紹介したいと思いますけれども、綺麗な奥様なんですよね、もうそこから女神ですね。そうですね女神降臨、うん、で今度この本を見たのが日本テレビさんで、はい、日テレから取材が来て番組出させていただいて、うん、でもうあれよあれよと、ね、注文が殺到して、それこそいろんな方が、うん、もうタモリさんも、あ、そうなんですよ、作られてたり、40年ぐらい前たまたまロケの途中にうちに立ち寄られて、うんうん、この どでかいハンコを見て、これはなんだこれっていう、どれですか、ね、大きさで言うとこれくらいですね、うん、通常のハンコはこれくらいですから、はい、相当大きいと思いますよ、はい、私が作らせてもらったのは16.5mm、はい、大体これくらいの大きさだと思います、はい、それでも大きい、それでもたっぷり大きいんですけどね、うん、でなんでこれ大きいのかっていうと、はい、太さっていうのは、うん、まあ要は自分の権力とか収入、うん、仕事の量、うん、で長さは寿命にもかかる、仕事が長続きする、健康が長続きするっていう意味で大きいんですって言ったら、タモさんすごいですもんね、タモリさんもうわこれでじゃあもう俺笑っていてもあともう数年続いたらいいねなんていう話で、うんうん、ただ僕その2週間後たまたま笑っていても出る機会が巡ってきて、で僕これタモリさんのお名前彫って持ってった、うん、でこれタモリさん僕彫ってきました、うん、うん、いやこれすごいね、これであと番組あと 1,2 年続いたら嬉しいよなんて話言ってたら 1,2 年どころか32年しかも一度も休まず続いちゃったっていう、健康でね、素晴らしいですね、というふうに僕は中ではだから、はい、タモリさん使っていただいてるかどうかわからないですよ、ただ差し上げたのは間違いないです、でそうデビーさんもね、そうですね、あれは番組で、うん、あの有吉さんの番組でうちに来ていただいて、はいはい、ちょうどその時あの2億横領されたばっかりで、うん、で袴田さんはあのアパフリンがあって、はい、でそのお二人を連れてあの開運ツアーということででその開運ツアーの内容がまずお金を取り戻そうということで、はいはい、あの僕が御朱印作ったこのベゼニアライ弁天さん、はいはい、ここへあのまず参拝に行って、うん、デビさん100枚の束を洗って、うん、さすが、そして最後にうちに来たんですけど、うち来た時にここのどこがパワースポットなのって話になって、うん、でいや実はこれこれこうでここはすごく運が良くなるんですよって言ったら、あらじゃあ私作りたいわって言ったら、うん、もう番組の方で何ヶ月か前から注文いただいて、うん、できてますよデビさんとお渡しして、うん、多分お二人とも大喜びで、うん、でそこでロケが終わって番組も終わった、うん、そしたら数日後あのご連絡いただいて、うん、マネージャーさんが電話かかってきて、うん、で本人にお代わりになって話聞いたら、うん、もういきなり来年大きいコマーシャルの仕事が入ってきた、すごい、うん、もう多分通販の CM で有名ですけど、うん、はいはい、しかも今1年契約なんてめったにないのに、うん、1年契約で12ヶ月全部違う映像を撮るっていう大きな仕事で、すごい、もうそれで数千万の契約を取っていただいたみたいで、でもうそれで私の会社のも作ってちょうだいっていうことで、今度はデビさんに自らお金を出していただいて大きい会社に2つ、ただ今度レギュラー番組が決まりの、うん、で今年入ってからもまたその CM が継続で、うん、もう2年連続 CM が入ってますから、いいですね、ほぼほぼ横領されたお金だいぶ取り戻したんではないかなとさすが、さすが袴田さんも当然あの年末に僕が作った直後に、うん、あの年末あの24時間笑ってはいけないに出演されましたよ、はいはい、あのオファーが来たそうです、でどうしようか迷ったんだけど結構大胆な格好するんで、はいはい、でも思い切って出ちゃったんですね、うん、もうどうせ売れなくなってもいいよぐらいの気持ちで、うんうんうん、そしたら翌年ドラマすごいブレイクして、今年入ってからもね、あなたの番ですでブレイクしてましたでしょ、うんうんうん、彼が出るドラマみんな視聴率がいい、番組さん側もみんな使ってくるんですよ、芸能人それすごい大事なんですよね、大事みたいですね、あとその自分が出てる時の瞬間視聴率がいい、うんうん、いいとかそういうのすごい大事、ね、大事なんですよね、だからもう、アパフリンで落ちるどころかもう袴田さんもブレイクし直していただいて、あね、あれ相当叩かれましたからね、そうなんですよね、だからよかったですね、逆にすごいですよね、でも私もそのこちらでこの印鑑をこのサイズの印鑑を作っていただいた時に、今あの御嶽海関のお菓子のプロデューサーらしていただいて、ねはいはい、あの御嶽海関と、ね、あの仕事させていただいているんですけれどもね、そうなんですね、優勝しましたからね、御嶽海関が1回目の優勝されて、僕も見てびっくりして、うわ、はい、優勝してると思って、そうなんですよ、でテレビの横に岡本さんが映られてるの見て、ああびっくりしました、本当にびっくりして、ねね、当然御嶽海のお菓子売れ行きはねえ、ねえ、ねえ人気いただいてますおかげさまで、ね、本当に、いやだけどそれからあの歌手デビューが決まったりとか、そうですね、いろんなことが、はい
また開運開運で、ね、実は今年あのドクターコバさんと、はい、あのデュエットソングを出させていただくことになったりとかですね、またあの先生の印鑑とは違って、うん、あちら風水ですけど、本当にあの印鑑作ってからそういうこうびっくりするような、去年ね